発車いたします。発車します。これより先、沿線では秋から春にかけてはキャベツ畑、夏はトウモロコシ畑が広がり、のどかな風景を車窓から見ることができます。冬暖かいという気候を生かした柔らかい春キャベツは全国一の生産量を誇っています。次は見えないことで未来を開く芦沢ファインテック株式会社西芦賀島に停車いたします。銚子市民センターへはこちらでお降りください。ホームが段差となっておりますので、お降りの際はお気をつけください。発車します。ご注意ください。ロズウェル君ヶ浜に停車いたします。
日本の渚100選に選ばれた君ヶ浜は白砂青礁と豪快な太平洋が眺望できる景勝地です。君ヶ浜潮騒公園へはこちらでお降りください。ご乗車ありがとうございました。次は犬坊 OTS 沖縄ツーリスト犬坊崎温泉犬坊でございます。次は犬坊駅に停車いたします。お降りのお客様はお忘れ物のないようお気をつけ願います。お手持ちの乗車券は降りた駅係員にお渡しください。1日乗車券をお持ちのお客様は日付が見える方を係員にお見せ願います。またこの駅では濡れせんべいやまずい棒などお土産も販売しております。どうぞお立ち寄りください。まもなく犬坊駅に停車いたします。でしょうか。東大の最寄り駅犬坊駅に到着です。戸川由紀です。乗り降りしてみますと発車いたします。発車します。何本もあり、昔ながらの漁師町そのままの風情ある町並みを見ることができます。大正12年に建てられた戸川駅の佇まいはまるで映画のワンシーンのようだと言われるほどノスタルジックで、海外からのお客様にも人気のスポットとなっています。段差となっておりますので、降りの際はお気をつけください。